のチャンネルへようこそ。どうも加藤ひなたです。はい、今日はですね、オートミールを使った自宅で簡単にヘルシーに作れるグラノーラのね、作り方があるので今日は紹介していきたいと思います。めっちゃ美味しいし、オートミールが嫌いな人でも全然食べれるし、ヨーグルトとかのちょい足しにもすっごい美味しいので、ぜひ一緒に作ってみてください。それではやっていこう。はい、じゃあ早速ね、作っていきたいと思います。まずね、使うのはオートミールです。オートミールは食物繊維たっぷりで、カルシウムやビタミン、あとタンパク質もね、少し入ってます。で、なんと圧倒的ね、低GI だから、これをね、よくダイエットさんは食べます。はい、で次に使うのがこれ、メープルシロップですね。これ蜂蜜のね、隣によくスーパーに置いてあると思うんだけど、これは蜂蜜とかに比べてカロリーも糖質もね、低いんだよね。で、低 GI、 GI 値がね、低いんですよ。なので今回メープルシロップです。かなり使ってるけど。次にココナッツオイルですね。これよくね、スーパーにもね、最近売ってるので、皆さんも手に入りやすいかと思います。少しね、スーパーで買うとお高めなんですけど、普通のね、油とか、オリーブオイルに比べて脂肪燃焼の手助けをね、してくれるので、ココナッツオイルを使います。で、私はお好みでココナッツチップスとロストアーモンド、食塩無添加のこのアーモンドを入れます。アーモンドはね、ビタミン E がたっぷりです。でもね、脂質がね、ちょっと高めなので、入れすぎないように気をつけます。なので細かく砕くと、なんだろう、多く見えるというかお腹もいっぱいになりやすいので、砕いて入れます。はい、よし、じゃあ作っていきます。まずココナッツオイルをスプーン大さじ1杯入れます。あ、硬い、無理だ。はい、ココナッツオイルは中身こんな感じで、なんかバターみたいな感じだね。これをすくって火に通すとね、トロトロになるので、このままスプーン大さじ1杯入れます。で、これを火にかけます。中火ぐらいでさっと溶かしちゃいます。ほら見て、ほらもうほんと透明になるの。これ油みたいになるんだよ、すごいよね。これ、あ、熱されてきたなって思ったら、ここにオートミールを入れます。オートミールはこれね、これを2スクープ、私のやつ1スクープ 40g なので、これを2スクープ入れます。だから合計 80g だね。はい、すごいね。みんなね、オーブンでね、オートミールのグラノーラ作ってる方が多いんだけど、フライパンで簡単にね、できちゃうから、ぜひこのやり方やってほしいな。で、これを、1分半から2分ぐらいいります。いや、もうこの時点でめちゃめちゃいい匂い、やばい。ディズニーランドのキャラメルポップコーンみたいな匂いがするの。めちゃめちゃハッピーになるの、気持ちが超いいよ。で、ここにローストアーモンド入れていきます。片手ぐらいで入れて、パラ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 って。その次に、このよくね、スーパーのスイーツ手作りコーナーに売ってるところにあったココナッツチップスかな。はい、こんな感じで入れて、で、また入ります。うーん、めっちゃいい匂い、最高な気分だね。はい、そしたら、最後ね、メープルシロップを入れていきます。スプーン2杯ぐらい。はい、これをさっといりまーす。これもね、全体に行き渡るように。うわ、めっちゃいい匂い。これもね、1分ぐらいこういう感じでいるよ。これを食べてみんなに幸せになってほしい。めちゃめちゃ美味しい。全然オートミールが苦手な人でも食べれるからね。オートミール買ってみたはいいものの、お口に合わなくてお母さんに怒られた。そんな子でも食べれるね。こんな感じで1分ぐらい炒めたら終了です。これを火を止めて冷ましておきます。30分から1時間ぐらい私はいつも冷ますかな。そうするとね、なんかすっごいね、メープルシロップが固まってきて、あとココナッツオイルが、でも超美味しくなるの。はい、じゃあ冷ましておく間に保管方法を皆さんに紹介したいと思います。私はこの IKEA で買ったこの瓶がいくらだっけ、1397円でした、今調べたら。で、このスコップも IKEA で499円だったかな。で、たまたま今ね、これお家に空きがあったんで、これに入れてるんですけど、すごいね、見た目おしゃれでめっちゃいい。こういう感じで入れて保管してます。保管期間なんですけど、ぶっちゃけ言うとわからないんですよね。でも私4日間この 80g のオートミールグラノーラを 4,5 日ぐらいで食べるんですけど、ヨーグルトとかにちょい足しして、なので、なんか私と同じぐらいのペースだったら 80g を 4,5 日に分けて食べるのがいいかなと思います。どうなんだろうね。オートミール自体は全然保管が効くので、でもそこにさ、ココナッツオイルとメープルシロップが入って、一部ちょっと戻してる感じ、ふやかしてる感じになってるから、
だから微妙なところなんだけど、でも 4,5 日大丈夫でした私は。まあでも一番ベストなのは作りすぎないのがいいのかなって、食べすぎちゃうから。そう、私腐っちゃってももったいないので、作りすぎず 80g が一番いいかなって私は思います。なのでちっちゃくていいかな、みんなはこれのもうちょっとちっちゃいバージョン買っていいかなと思います。で、私これ一番最初に作った時に家にあるもので作ろうって思ったんですよ。みんな多分家に蜂蜜とオリーブオイルって結構ご家庭にあることがね多いんじゃないかなって、だからこれで作ってみたんですけど、全然これで作ってもめちゃめちゃ美味しかったです。まあ、市販のそのグラノーラとかよりはそのバターとかマーガリンとか使ってないからヘルシーで作れるんだけど、まあ脂肪燃焼しやすいって言われてるココナッツオイルが一番おすすめかなって思います。でもちょっと高いからやっぱ市販のグラノーラとか食べるよりは自分でこういうオリーブオイルとか蜂蜜で手作りした方が私は全然いいかなって思います。はい、じゃあ冷めたので入れていきます。なんかこういう感じでね、横にスライドしながらこういう感じで入れるとこぼれないです。はい、冷めたんでね、これ今入れたんですけど、すごい家にめちゃめちゃいいものがあって、これも IKEA なんですよ。これスパイスとかね入れる瓶なんですけど、すごいちっちゃくて 40g ぐらいだったら入るのかな。でこれ4個セットぐらいだったので、みんなはこういうちっちゃい瓶におしゃれに入れてヨーグルトとか食べるときにスパイスみたいにパパパってやるのも全然おしゃれでいいなって思いました。はいはい、完成したので、私がねいつも食べてる食べ方というか、すごいおすすめでめっちゃうまっていう食べ方をね紹介したいと思います。もうシンプルなんですけど、私はよくこれ今オレンジ味なんですけど、これのプレーンとかよくコンビニでね最近発売されたイーセースキルっていうヨーグルトのバニラ味のやつとかに入れてよく食べます。オイコスとかすごいヘルシーでタンパク質手軽に取れるヨーグルトなんで、ぜひ食べてみてください。感覚的にはねギリシャヨーグルトみたいでもっちりしてて美味しいんですよね。でここにこうさっきね作ったキャラメルポップコーンみたいなグラノーラをこう入れて、こういう感じで食べます。これめちゃめちゃうまいんですよ。いただきます。うまっ。ね、ほんとさっきも言ったんですけど、市販に売ってるグラノーラとかってそのマーガリンとかバターとか使ってたりするのでヘルシーに作れます。なのでとってもいいなって。あとオートミールオンリーで作れるから食物繊維もたっぷり取れて、お腹にもバッチシなんでおすすめです。はい、という感じでね、みんなにねぜひ作ってほしいんですけど、よくね質問で聞かれるオートミール何使ってますかってよく聞かれるんですけど、私クエーカーのものが多いです。これ何がいいっていうと、なんか粒がね大きいんだよね。でそのお湯に戻す時とかもなんかすごいふっくらしてもちもちになるし、これすごい粒が大きくて食べ応えがあるので、私はクエーカーお気に入りでよくこれを買っています。で日本だとあれかな、業務用スーパーとかでめちゃめちゃ安くねオートミールが手に入るってうちのママが言ってたので、業務用スーパーみんな行ってみてもいいかも。これも聞かれるんですけど、この箱、この入れ物どこで買ったのって言われるんですけど、これはイクスピアリっていうディズニーランドの隣のショッピングモール、なんかディズニーランドにくっついてるなんかイクスピアリっていう場所があるんですけど、そこの雑貨屋さんに売ってました。これめちゃめちゃね便利で、こうやってやって、でこのスコップもね可愛いし 40g って測んなくてもできるからお気に入りで使ってます。はい、という感じで、もう全然今紹介したのじゃなくてもお家にあるオートミールとお家にあるものでね、みんなぜひ作ってみてください。こんな感じでまたねトレーニング以外のそのこういうおすすめとかあったらどんどん動画出していきたいと思います。ということでバイバーイ。ひなチャンネルのお悩み相談 LINE アットができました。イエーイ。人それぞれねダイエットの悩みは違うので、その時の自分に合ったダイエットのおすすめを紹介していくよ。ダイエットで壁を感じてしまっている人、モチベが上がらない人はよかったら使ってみてください。ではでは、おつひな、バイバーイ。